チャオ、あちゃんです。今日は2月2日土曜日、あちゃんの朝ごはんです。はい、作っていきましょう。2月2日やけどもね、この動画が公開されるのは2月3日そうです、節分です。ということでね、まずパン食べましょう。関係あるんですけど、はい、節分関係ないよね。はい、じゃ作っていきましょう。はい、節分関係ないよねーって思ったけどもね、まあ、今作っていきましょう。なんで節分から入ったかっていうとね、いや節分やからです。はい、まずね、珍しく あっちゃんらしくなく耳を切ります。でここはね、ちょっとこう歪ましながら切らんとギリギリかと思ったよね。はい、ちょっとこんな感じね。で真ん中でね、ポーチにしないで3度に1みたいに、切ります。5枚切りやからね、まあ、10枚切りの厚さよいしょ。でこう開きましょう。はい、ちょっと耳をね、ちょっと置いときましょう、ね。なんで節分の下りか、はい、それはね、作っていけばわかります。はい、卵を剥きましょう。もうこれゆで卵最後やね。子供たちとみんなで食べてね、最後の1個になりました。子供たちはね、普通に卵サンドにしてんけどね、あっちゃんのはちょっと変わり種にしましょう。はい、子供たま、卵サンドができまた寝たよ。ちょっと寝るとか言って休みやし言うて ね、あれスプーンがないわ。まあ卵サンドにね、一応卵サンドにする、卵サンドにするから、ね、まず卵サンド、ポーチじゃなくね、卵サンドにしましょう。やっぱりね、ゆで卵あるときは卵サンドが美味しいやんか。みたいな大好きやね。だから毎日飽きもせず卵サンドを食べた時期があったよ。もうほぼ1ヶ月卵サンドやったんちゃうかっていう日々もあった昔はね。もちろんここには塩、ブラックペッパー、基本の卵サンドにしましょう。今日ね、オイスターソースでもココアって美味しかったけどね、今日はちょっと外します。あえてちょっとマヨ足らんかな。まあいいや、マヨ持っていかれるのよ卵に。で、ハムはね、そろそろ賞味期限がギリギリなんで使っちゃわなあかんからね、行きましょう。お弁当にはね、来週って間に合わんからね。はい、ここにね、卵を、卵を乗せていきます。しかも逆に卵を乗せて、ハムを乗せて、先に準備しといたらよかったね。はい、最初の恵方巻きのくだりがね、ここで出てくるんです。巻き巣、巻き巣の上によいしょ、卵じゃない、パンを乗せて、あんまりギュッギュッてやってね、パンやからね。よいしょ、
あかんね、開くね。よし、ここは卵がはみ出したからね。ガチャ失敗しました。卵がはみ出したよ。海苔、あ、破れてる。この海苔しけちゃうから、さっき入れとこう。チャックの外から取り入れるやつ、ね、チャックの何どこに置いときましょう。さっきも破れた、ね、接着剤。で、こういきましょう。もうちょっとこっち、卵がはみ出す、きれいにいかない。一回目失敗したからね。よいしょ、はみ出す、はみ出す、よいしょ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 、はい、恵方巻き、恵方巻き卵サンド、はい、完成です。あ、ハム卵サンド、では食べましょう。はい、できました。卵ハム卵サンド恵方巻き、はい、で食べたいと思います。恵方はね、あっちゃんち、こっち東北、そう、北北東です。この方向です。こっちの方向向かって食べましょう。まだ今日はね、あっちゃんちはあれじゃない、節分じゃないからね、黙って食べへんけどね。はい、食べましょう。黙って食べたら放送事故になっちゃうからね。いただきます。お、美味しいぞこれこれパン屋さんやってみて、売れると思う、パンの恵方巻き。ミルク入れるの忘れた。ブラックでもよかったかな今日。ありです。うん。うん、恵方巻きサンドいいよ。ぜひぜひ来年からやってみて、今年まだ今からでも間に合う、やってみてください。あの、食べやすいし子供喜ぶと思うよ。明日朝子供に作ろう。うん、うん、おいしい、食べやすい。変な角度見てるでしょ、恵方なんです。
なんで今日したか言ったら、恵方巻きは節分に食べるもんでしょ。節分に食べたらあっちゃんの動画4日に上がるのよ。タイムリーじゃないやん。だから1日前にプレ恵方巻きを作ったよ。もちろん明日当日食べるよ。本ちゃん恵方巻きはスーパーモニカで買います。買いに行こう。昼ぐらいに買いに行こう。なくなるね、夕方行ったら。ね、またちょっといつかの機会で話すと。今日朝からね、食品ロスのテレビやってたね。それ見て、わからんでもない企業としてね。一般家庭の食品ロスもわからんでもない。でもちょっとしたね、あの、もう何億って食品ロスが起こってる。ちょっとした考え方で食品ロスってなくせるんちゃうかなって思っちゃいますね。あの、仕事としてやってたら仕方ないことかなって思うってこともあんねんね。うん、だスーパー森川ね、恵方巻きの数が絶妙やねん。いつもね、大量残れん。変な時間遅くに行ったらないねん。うん、だから早い時間に行って好きなのを選ばんとね。何種類かあんねんけども、何種類かのうちね、人気のやつはなくなっていくねん。最後の方ね、残っていくのほぼなくなって、うん、それにもほぼ売り切る。うん、ぐらいの数しか作ってないんですけど、もう一回は食品ロスが少なくて、うん、うん、うん、おいしい。これやったらね、恵方巻きが苦手な人でも子供でも食べられると思う。で、あっちゃんみたいに喋りちゅうたら黙って食べられるの。ほんちゃんはあっちゃん黙って食べるよ。やっぱり袋得ないでね。原価次大好きやからさ。もう拷問のようなね。そんな、まあ拷問の末に服が来るんやったら拷問受けましょうみたいなね。なあ、10時か。お昼過ぎかな、うん、ぐらいにはスーパーもう一回買い物行こう。朝からちょっと早いかな思うね。あ、今日ちゃうわ、明日。そんな気分なんだけど、明日です。明日お昼過ぎぐらいにね、よほんま買いに行きましょう。うん、買った。これであっちゃんちにも福が来るでしょう。絵本見て。うん。あっちゃん大好きなハム卵サンドを口に入れて喋るんだって。絵本巻きは黙って食べるもんやって。はい。うん。卵サンドに海苔合うね。うん。想定外。のりやばいんですもん。だから最初巻きなかったんやけど、巻ききれへんかって、で急遽のりで蓋するつもりでやったら、意外とのりの味が美味しかった。もうちょっとね、のりにマヨいっぱい塗っても
マヨがもうちょっと強くてもよかったかもわからんぐらい接着剤代わりに行ったけど大成功です。はいこれ巻きすなかったらさ、サランラップの上に巻いて、で巻いたサランラップくるくるって閉じといたら、もうそれで作り置きしといたら子供ね喜んで食べると思う。明日そうしよう。うん、美味しかった。はい、明日のあっちゃんの朝もこれになるかもね。なんだかに何入れようかな。うん、ゆで卵ゆでとこ。まあ大寒卵もうちょっとあるしね、うん、いっぱい買ってあるから大寒卵。はい、ということで今日のあっちゃん家の朝ごはん、ハム卵サンドの恵方巻き、はい、美味しかったです。ごちそうさま。ぜひぜひ今日は、この動画がある今日は節分、2月3日節分なんでね、恵方巻きどうしようかなって悩んでる人、いやうち恵方巻き子供嫌いやねんとか、家族恵方巻き嫌いやねん、いややっぱり原付きちゃうわ、原担ぎに原付きってなんや、原担ぎにやっぱりね、あの福が来る、幸せになる、うん、金運が良くなると、なんやろ、恋愛運が良くなるっていうのね、ああいうおまじないとか験担ぎっていうのしたからなんやねんって言われたらそうかもわからへんだけど、することによって何らかしらアクションを起こすことによっていい方向に転がるんやったら、騙されたもてやってみるっていうのも手やと思うねん。これあっちゃんね、ほんともう神さんのこと信じてなかった、みきちゃんの命を守ってくださいってね、せめて子供がね大きくなってね、孫が見れるまで、いや子供が巣立つまでは、みきちゃんの命をなんか、ね、助けてあげてくださいって、お願いしますって何回もお祈り言ってたのに、どこの神さんも聞いてくれへんかった。だから神なんて信じてなかったんで、でもとしたきっかけで、なんかわからへんけど神から呼ばれた気がして、なんか知らんけど自分でも行く気もなかったのに、なんか知らんねんけども足が自然と美和さんに向いてたことがあってね。でこれミキちゃん亡くなってから、ミキちゃんのお友達が来て、福島からね、お参りに、ミキちゃんに手合わせに来てくれた、ミキちゃんの幼馴染が。その時に、せっかくなら来たし、天下は弁財天行きたいっていうか、連れて行ってあげたことがあって。で、天下弁財天まで連れて行って、なっちゃんは弁財天さんのところに、鳥居をくぐらずに、手も合わさずに、本殿まで、あこ本殿やから行っておいでって言って連れて行ったけど、手も合わさず帰ってきた。ものすごい失礼なことしてきた、うん、だからそれぐらい神のこと信じてないし、ふざけるなと思ってて、けどもなんか知らないけど気がついたら美和さんの本殿の前に立ってたことがあって、まあ気がついたよね、何らかしらそのアクションがあって自分の気持ちで行ったんやと思うんだけども、それでまあね、美和さんに手を合わせた。食べるものもね、厳しかった頃、本当にお金が苦しかった頃ね、その時やらしい話、美和さん、蛇神様美和様にね、すいませんお金がないんで、あの生活苦しいんで金運アップしてくださいって、ものすごいやらしいお願いをしてきた。それも神を信じてないし、神のことバカにしてて、美和さんのお札ですらゴミ袋にポイって捨てて、で神棚を蓋してしもて、お前も何もして手間を合わさない、そんな状態のあっちゃんがね、美和さんに手を合わせた翌日にインターネットでオイルがポン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 と売れたんで、それもポンと売れたんちゃうね、ポン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 って売れたんで、うん、その次の売り上げがドカンと上がったんで、いやー不思議なことがあるもんだと。その時お賽銭も入れてない、もちろんお金もなかったからっていうのがあってね、だから神とかそういう験担ぎっていうのは大事なんちゃうかな。だからそんなんで毎年恵方巻きなんて普通ですらなかったから食べてなかったりとか、どうでもいいやって、豆まきなんてどうでもいいやってね、だからそんな状態のあっちゃんやってんけども、そのこと以来ね、いろいろ験担ぎをするようになった。どれが効いたんか知らん、毎年やっぱり恵方巻き、恵方を向いて黙って恵方巻きを家族で食べると、ものすごいシュールな絵が撮れるような、あの一家の風景やねんけどもね、うん、それをやることでよかったのかそれは知らんけども、今は結構潤ってます。で生活も潤ってます。幸せです。はい、家族とね、子供とも仲良くね、でやっぱりもう中学校高校にもなった男の子2人がね、こんなね、元お父ちゃんがお母ちゃんになってね、こんな家系でね、ものすごくまっすぐ育ってくれて、
楽しく生活できるっていうのもね、この神のご加護かミキちゃんが守ってくれてるのか、まあ、いろんなことが、ね、ミキちゃんは神様信じてたからね、だからちゃんは全く信じしてなかったんやけど、今はそういうことも大切やなと思って、だからそういうね、験担ぎ的なあのイベントって言ったらおかしいけど、まあ、祭事っていうのはきっちりしていこうって誓った。だから恵方巻きもきっちり食べようと、ね、思ってるんで、で今回今日のはこれも恵方巻きでもなんでもないネタです、はっきり言って、恵方巻き、巻き寿司を食べる、こんなもんね、関西のお寿司屋さんがね1年に1回儲けるためにやったイベントやね、はっきり言って。最初はバレンタインもそうやねん、チョコレート屋が儲けるため、クリスマスだってそうやし、ハロウィンだってそうやねん、みんな経済潤うためにやった、日本人が勝手にやったイベントやねん。うなぎのうの日ちゃうわ、土用の牛の日うなぎのうの日でないや、土用の牛の日でうなぎ食べる、あんなもんもう夏はうなぎは脂も乗ってないし美味しくない、だから売れへん、でもどないかして売れへんか言うて、あれ平賀源内か誰かに言ったら、うなぎはなんかタウリンかちゃうわねや入っとるから、ね、夏場に食べたらあの夏バテ防止にもなるし、それをうまく使って商売せえ言うて始めたんが土用の牛の日らしいねんね、まあ、そういうね金銭絡んだやらしいイベントやねん、こんなもんはっきり言うて。でも何年も何年もやってることによって神が宿る、その辺にある石ころだって木くずだって何でもいい、何年もか経ったら神が宿る、つくも神って神が宿るって言われてんねんけども、祭事でもそうやねん、何でも神様は派手なことが好き、ね、神様はお金が好き、派手なことが好き、だから地味に生きたりね、否定したりネガティブに生きることよりもポジティブにワー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 やってるところに神は宿ってくる、だっちゃんは信じてんねん、だからこういうイベントもイベントに乗っかってワーワーやるのが好きやねん、だからあっちゃんはやんねんけどもね、そんな感じでね、騙されたと思って一回ちょっと恵方巻きやろうかな、でもうちお寿司嫌いやねんとか、うちも特にあれ巻き寿司やん、巻き寿司嫌いやねん、別に巻き寿司ちごうてもうあれでいいねん、なんやら海鮮巻きでもええし、肉巻きでもいいし、何でもいいねん、なんかそんな恵方を向いて巻き寿司食べたいわけよ。で今変わってきたけど、昔は巻き寿司やった、もう苦痛、子供の時さ、うち親も信じてやってたけど苦痛やね、巻き寿司一本黙ってさ、もう巻き寿司のかんぴょう嫌いでしょ、で高野嫌いでしょ、でなんかふにゃっとしたやつ嫌いでしょ、中に入ってる椎茸なんかもう最悪でしょ、あっちゃん恵方巻きの中の具全部ブスーン抜いて巻きだけ食べてない、それぐらい嫌いやったね、苦痛以外何者でもないイベントやってんけども、でそういうイベントをやってきてね、もう靴以外の世の中ってなんかこれもうちゃんきゅうり巻きとかカッパ巻きとキュウリ巻き一緒やん、鉄火巻きとかしんご巻きとかで作ってくれへんかなと思ってた。でその頃お寿司屋さんって今みたいにね、回転寿司があったりスーパーがあったりじゃなく、町のお寿司屋さん、ほんまに職人がへらっしゃい言うて握っとるお寿司屋さんが一大イベントでやってたんね。でそこのところで買いに行ってお母ちゃんが買ってきて食べて、1年に1回はそこのお寿司屋さんで頼んで、何軒かあったんうちね、その何軒か回り回り毎年ここ、今年はここ、今年はここみたいな買ってた、そんなで買ってきとったんね、巻き寿司を。で巻き寿司ってお寿司屋さんにしてみたら一番手間がかかって、巻き寿司の中の具を煮る技がお寿司屋さんごとにあって、巻き寿司が美味しいお寿司屋さんは美味しいって、だいたい本場の寿司通は巻き寿司を食べるって言われてね、巻き寿司とか卵の握り寿司、卵焼きかと、卵焼きとかそういう巻き寿司っていうのはそこの職人の腕が出るらしいね。でそこのね巻き寿司がうまいって言われとったのこのね、お寿司屋さんとかあんねうちの町にあって、もう今ないんだけど、まあ、そんなところで買ってきてんけど、苦痛以外何もなかった。結局そのメインの一生懸命職人が煮たやつ全部抜いて捨てて食べとったけど、それぐらい嫌いやったんね。であっちゃん特に喋りやから、黙って何分もかかって食べるのってもう苦痛以外何ものでもなかったんよ。でもそれがね、今の時代いろんなもんに変わってきて、もう最近なんかそれに乗っかった便乗商法でロールケーキとかポテチまで出てる時代や今、まあ、もう巻きでも何でもないよね。まあそんな時代やけども、そういうのに乗っかるっていうのも楽しいイベントで面白いんちゃうかなと思って、だからこそね、まだちょっとあっちゃん似せてると思うね、海苔で巻いて、でご飯の代わりにパンで卵サンドにしてる巻きなんかやったらいいと思うね、これ子供ちゃん喜んでね黙って食べてくれると思う、だからよかったら、自分でね簡単に作れるんで、巻きすなかったもね、こんなもんサランラップの上にね海苔乗せて
でそこにパン乗せて具材乗せてくるくるって巻いて、ね、最後止めるのにねマヨかなんかで寝ちゃっと止めといたら、うん、なんとか形になるんでね。でサランラップであのアメちゃんみたいキャンディーみたいにくるくるって閉じて置いといて、20分30分置いといたら勝手にくるんと丸なってるからまあそんなこんなでね作ってぜひぜひやってみてください。あっちゃんちも明日の朝あっちゃんの手作り恵方巻きサンド子供に食べさせて、で昼からスーパーモリカ買いスーパーモリカにね恵方巻きを買いに行って、で夜恵方巻き食べはいスーパーモリカで買いに行ってね食べたいと思います。はい、ゆくっとで今日のあちゃんの朝ごはんプレ恵方巻きプレ節分のネタ動画でしたいや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 、まあそんなこんなで、今年も一年楽しくねいい年になりますように。無病息災、無病息災交通安全、なんだ家庭家庭安泰、よくわからへん。皆様のご多忙をお祈りして、今日の朝ごはんこの辺で終わりにしたいと思います。ぜひぜひ、わざわざもうもううちもうなん恵方巻き買うも高いし、作るの面倒くさいし、恵方巻きなら食べんでもええねと思ってる人、ぜひぜひ恵方巻きサンドで軽く簡単に作ってみてください。ではまたね。バイバイ。今日のあっちゃんのハム卵サンドの恵方巻き、よかったよと思ってくれたら高評価を、応援コメント、チャンネル登録して、これからも見てくれたら嬉しいです。ではまたね。バイバイ。